CG による完成予想図主教の規模の比較30メートル望遠鏡はアメリカ合衆国、カナダ、中華人民共和国、インド、日本の5カ国共同で米ハワイ島マウナケア山頂に建設中の超大型光学赤外線望遠鏡である。略称 TMT。その名の通り有効光景が30メートルの巨大な望遠鏡となる。 主教は492枚の六角形の鏡を組み合わせた複合鏡で合成主教有効径は30メートルと結句天問題の結句アイ、結句2望遠鏡の約3倍となる。望遠鏡自体の形などは結句望遠鏡に似ている。主教には日本のガラスメーカーオハラが開発したゼロ、膨張ガラスを採用した。492枚の鏡一枚一枚,枚を コンピューター制御し一枚の大鏡と同等の働きをさせるには非常に高度な技術が必要だが2006年6月に TMT の詳細設計が審査を通過開発に必要な予算が降りた観測装置は初期には可視光の多天体分光器和ホース近赤外線の撮像分光装置アイリス近赤外線の多天体分光器マディスが取り付けられる予定である アイリスとマディスには保証工学装置を備える。観測波長は、可視光及び金、中間赤外線であり、初期の宇宙、遠方銀河、太陽系外惑星などの詳細が観測される。北半球の天体全部と南半球の天体の8割を観測できる。日本がマウナケア山頂に置いたスバル望遠鏡よりも、就航能力は13倍、解像度は4倍。 地球と太陽の距離の約200億倍離れた惑星を判別できる。建設候補地としてハーイマウナケア山頂とチリアンデス山脈が挙げられていたが、最終的に2009年7月にマウナケア山頂に建設されることが決定した。一家の期間によって計画が進められている。建設費18億ドルのうちの35.5%をアメリカが負担するほか、日、火、中、 印で分担する。2021年度末完成予定であったが、以下の経緯により完成が2027年まで遅れる、見込み。2011年2月、ハワイ州都地天然資源局は、軽争が発生した場合には、DLNR がそれを解決し、最終承認するまでは、建設を開始できない等の条件付けで、保護地区利用許可を承認した。2013年4月に、 DLNR はセディップを最終承認し、2014年7月25日に建設許可が下りた。2014年7月28日から建設予定地までの道路建設等に着工した。2014年10月8日、プロジェクト関係者やハワイ州知事などの招待者による非公式が行われた。地元の祭祀による祈祷が終わったところで、建設反対派の一人が、 抗議行動を始めたことで式が中断されるトラブルもあったが会場を変更した上で起港式を終えた。しかし2013年5月に TMT 建設反対派により公聴会前に条件付けとはいえセディップを承認した手続きの妥当性について巡回裁判所への異議申し立てが行われた。2014年5月に巡回裁判所が DLNR のセディップ承認をすると 反対派は中間裁判所へ異議申し立てを行った。この異議申し立ては2015年6月にハワイ州最高裁判所へ移送され、同年12月2日にハワイ州最高裁は2013年に DLNR が出したセディップの承認手続きに対する異議申し立てを認め、許可が無効であるとの判決を出した。この結果、建設計画は再度。 DLNR の審査を受けることとなった。TMT 国際展問題は2016年10月から3月にかけて計44回の公聴会を実施。2017年7月26日、公聴会の取りまとめを行った審査官より TMT 建設のセディップ承認を推奨する提言が提出され、同年9月28日に DLNR より保護地区利用が許可された。同年10月にこれを無効とする訴訟が起こされたが、翌2018年10月30日、ハワイ州最高裁は DLNR の承認は有効であるとの判断を下した。2019年6月20日、デビッド・イゲハワイ州知事は DLNR がハワイ大学に対して TMT の現地工事開始を認める通知を出した。 ことを発表した。2019年7月から8月、建設工事が開始された直後に、ハワイ人及びお花が、プーフルフル前のマウナケアアクセス道路を封鎖するなどの実力行使に出たため、建設が中断している。ありがとうございます。